婚して、ちょっと今日は無理です、寒かったから。なんか今日めっちゃ寒かった。今日この服1枚だけで外出てたんですけど、寒すぎてびっくりした。なんかそんなつもりじゃなかったから、あの寒すぎてびっくりしちゃって、すごい嫌になっちゃった。秋田にいる、すごい。なんで秋田県行ったことないねんけど、行ってみたいな。上の方ハートありがとう。きょうちゃん今日カヌレ行ったらマロン売り切れ、他もないやつあって泣いた。そうなん。でもマロンはあれやもんな、日替わりか週替わりメニューって感じだから。今日か。でも今日のお昼にクレームカニュレ食べようと思ったけど、お腹いっぱいで食べれなかったから、後で食べます。また今度か。今日かも。絶対また行きたい今度も。てか名古屋のカヌレ開拓したいねんけど、全然知らなくて。お店明日上手、あそうだ、明日 S 公演です。久々だから緊張する。練習します。9度、寒っ。今日めっちゃ寒いです。ちなみにマロンって書いてあって、売り切れって書いてあったから、これは終わりやでとなってますね。悲しい。また買いに行こうね。だるまありがとう。この間美容室で横毛切ってもらって、すごいいい感じになりました。めっちゃ多かったんよ。じゃあ長かったんですよね最近。だけどめっちゃいい感じになった。今日も今日か、可愛いな。ハートありがとう。すごい、めっちゃギリや。間に合うの？だるまじゃない、タコありがとう。今日も可愛いでしょ。結婚しては今日寒すぎたから無理です。結婚してちょっと明日ちょっと久々で緊張するから無理です。かけてた時可愛かった。ん？こっちってこと？それともかけてる最中？ん？やっぱかけた方が可愛いな。ハートありがとう。こうちゃんありがとう。明日めっちゃ楽しみです。みんなは来てくれるんですか？可愛いでしょう。あ、ちょっと今日時間ギリギリすぎて髪飾りつけるの忘れ。あ、違う。そう、言わないとあかんことがあるわ、みんなに。危な。ハートありがとう。そう、生誕生写真のお知らせをしなければ。受注販売やから、これはもうね、今ゲットしないとやばいですよ。ツイッターにも載せよう今度。ハートありがとう。これさ、もうサンプルで可愛くない？めっちゃ。だから絶対ゲットして。
ハートだるまありがとう。これ超かわいいでしょ。5月13日の23時59まで。じゃんじゃんじゃん、ハートありがとう。でね、オフショットもね、いっぱい撮ったんよ。ありましたわ。この日めっちゃいい感じなのよ、ビジュ。これにしようと。オフショット送るのでね、みんなゲットしてくださいね。レッツゴー。なんかもう一個は毎月の生写真結婚して。ちょっと今日寒すぎるから無理です。もうね、そろそろあったかくていいからさ、そろそろいいよって言ったってください。てか今日ね、秘密の扉全部見終わりました。ドビー悪い子じゃなくない？ドビーマルフォイの方のダチっぽかったけど、でもなんかハリーのこと守ってなかった。めっちゃ可愛かったんけど、もうってなった。ドビー大好き。あ、秘密の扉、ハートありがとう。誕生日を迎えてキョウちゃんとハッピーキョッピーな1年にできるように頑張るね。おめでとう。なんかお祝いできるもの何もなかったわ。ハッピーバースデーみたいな何もなかったおめでとう。じゃあ今年キョウちゃんと一緒にいてくだったら、たくさん京子がハッピーキョッピーにするから、一緒にハッピーキョッピーな1年にしようね。今年もよろしくね。ハートありがとう。え、それな、ハリーポッターの店行けばよかった。あ、秘密の部屋、あ、秘密の部屋か。ドビー目は悪い子が口癖。あ、そういうこと。あ、ドビーは悪い子だよっていうことかと思った。だからそういう目で見てたのに、あれ、いい子じゃないドビーと思って見直した。だから、あ、いい子やんって。めっちゃ可愛かった。もうやばい、ドビー可愛すぎ。だるまありがとう。おめでとうの日で十分だよ。今日からの1年もよろしくね。よろしくね。おめでとう。ラブだよ。だるまありがとう。ハリーの部屋うるさくしてるの好きすぎるな。めっちゃ大暴れしてて可愛かった。ドビー一番大好き。なんかあの上目遣いもたまらん可愛くない？なんかみたいな、可愛いと思って。あぶねー、きょうちゃん今月もサンプルいました。あぶねー。え、これ下こんな靴履いてたんや。ちょっとあんま記憶になかった。 SKE に今できることフリフリ衣装。これはね、須田さんの卒業コンサートできた思い出があります。今月の写真もゲットしてください。ちょっと分かんないけど、今日がまだ秘密の部屋までしか見てないから気をつけてな。ハートありがとう。ドビーの日本語吹き替えの声めっちゃ合ってない。確かに、きょうちゃんにも靴下プレゼントしないと。そう、
靴下となんか服プレゼントしてもらったみたいな、したよな。可愛いと思って、けなげ、愛おしい、大好きすぎる。ランダム個別ゲットしてください。え、かわいい、困った、かわいい。わ、 URL ミスったかも。こっちにしとけばよかった。かわいい。え、会いたい気持ち高まる、嬉しい、毎日会いたいと思ってほしい。え、そう、めっちゃユニバー行きたいね。今もうユニバー行きたすぎてやばいね。映画派です。なんかメイクとかご飯とか食べながら見れるから。てか今日めっちゃアイライン上手にできた。え、そう、かわいそうでかわいいねんな。なんか、なんかかわいそうっていう気持ちと、もっとやったれっていう気持ちになる。なんかあいつはそういう感じがする。ほんまに可愛い、トビー大好き、幸せになってほしい。え、これ5枚セットやん、やばくない？めっちゃお得、5枚も入ってんの。え、めっちゃよくない？これぜひゲットしてください。5枚入ってるんでお願いします。5枚セットですよ、だって5枚入ってるから。個別生写真ゲットしてください、6月の生誕メンバー。ちなみにだってこの時しかゲットできないわけですから、超レアです。毎日会いたいけど重いと思われないか心配。いや、ちょっと思わんよ、これ当事者になって分かった。当事者ちゃんと強化。え、そう、なんかめっちゃカチューシャ、これなんかハッピーバースデーって書いてんねんけど、可愛い、めっちゃティアラみたいでさ、姫やん。毎日結婚したいと思ってるけど、重いって思われてしないか心配です。今日か、毎日思ってるから大丈夫。毎日っていうか、なんか一生、毎秒、毎分毎秒、え、そう、24時間。いや、みんな思ってる、ほんまに。それ今日がガチやから、ほんまに推しメンに、なんか何してても推しメンを思い出して、え、会いたいって思うし、え、これなんか服見ててもさ、え、これ絶対可愛いやんとか思わん？みんなと同じ気持ちだから。同じ気持ちじゃない時ってどうしたらいいんだろう。だからみんな京香と同じ気持ち。え、だからさ、なんかお尻にいるってさ言うからさ、みんな実はさ結構重いんじゃない？意外と一緒じゃない？結構多分。じゃあ割と毎秒京香のこと考えてる感じですか？考えてるくんだったら嬉しいくんです。毎分毎秒会いたいと思う京香は。ちなみにね、早く会いたいぜ、まったく。はい、今月のやつも個別生写真セットゲットしてください。よろしくお願いします。だってこれ個別でしょ、そんなんゲットするしか。ランダムってむずいやん。だってランダムめっちゃむずくない？だって17人いんねんで。マイボーキョウちゃんのこと考えてる、嬉しい。うん、キョウカも同じ。でも熱しやすく冷めやすいからさ、みんなは冷めへんようにいてください、お願いします。おしゃれ、なんか仕事の合間見てニヤニヤしてる。え、わかる、なんか携帯開けるたびにニヤニヤしちゃう。キョウカもだるまハートありがとう。さて、
抱きしめるくらいに掴んでて、24時間7日間四六時中って意味、あ、そういうことなんや。ずっとどういう意味なんやろと思ってた今まで。 24/7 みたいな、よく出てくるんくない？なんか週末が待ち遠しいね。あのね、服届きました。めっちゃ可愛いから楽しみなんよ。ひょうちゃん推し3年目になろうとして、え、早っ、嬉しい。え、ずっといてね、ハートありがとう。今週末会えるっぽいですね、嬉しい。でもね、再来週もあるので。みんな幕張の調子はどうですか？来てくれますか？幕張やったら握手もできるんですけど、握手の愛、握手の愛で愛伝えないか、気持ち伝えないか。カヌレも楽しみ。カヌレ食べたいね。ハートありがとう。幕張チャレンジしますよ。嬉しい、待ってるね。買いたそうかな。嬉しい、いっぱい会いに来てください。会えれば会えるほど嬉しいです。少し足しときました、ありがとう。いっぱい話そうね。手握れるっぽいです。推しメン触れんのやばくない？触れるという言い方で、推しメン触れんのやばくない？熱っ。幕張追加してありがとう。ハートありがとう。6月追加した、ありがとう。16日希望給出したので待ってて、待ってるくんだよ。え、そう、推し面触れるっぽいですよ。推し面触れるやばくない？仕事悲しい。じゃあまだだな、弟子入りは。幕張買い足した分届きました、嬉しい。いっぱい話そうね。私も来月推しメン触れちゃうのか。そうよ、推しメン触れちゃうんよ。通称とかやったら推しメンとなんかハート作れちゃうとか。推しメンとハート作れんのもやばい、普通に熱い。しかも好きなポーズ言えるやんか。だからなんか猫、猫してって言ったら推しメン猫してくれるのやばくない？やばいな。何のポーズしたいかな今日か。一緒にこれとかしたいけど、うん、推しメンのこと触りに来てください。え、そう、激アツイベです。え、そう、推しメンから名前呼ばれるのやばい、わかる、やばいよな、わかる、熱い。てか目の前に推しメンいるのやばい。だってシールドあるけど、なんかシールドあるから逆に近いまで歩かない、トーク会とか。近っ。結構さ、この距離で喋ることないからめっちゃ面白いよな。おもろくない？結構この距離でさ、あんま見つめ合いながら喋ることってないやん、生きてて。生きててそんな見つめ合いながら喋ることないやん。なんかちょっと新鮮でね。ポーズ絶対ケツ、推しの鏡になれるの。ちょっと待って、推しの鏡になってください。6月待ってるね。そう、ハート絶対作りたいな。推しメンとハート作りたいし、あと今日かなんか猫のポーズと、あとこれ、このポーズ好きやからやってもらいたい。あと推しメン
や、こっちがお手して、おしめんがこうにゃんってするのよくない？それやばいっすね。やりたい。え、そう、ケツ絶対やりたい。きょうちゃん、毎日どんどん可愛くなるよね、つらい。あ、辛い。かわいい、かわいいでしょ。見つめ合うと素直におしゃべりできない。わかる、緊張しちゃう。あ、そう、ハッピーキョッピー絶対にやろう。近すぎて恥ずかしくて目をそらしてしまいます。え、わかる、近いよな、恥ずかしい、確かに。でも目合わせに行くから大丈夫。こうやって、うんってハートありがとう。そんなことしていいの？何でもしよう。それな、ファン目線。ハート、レインボースターありがとう。そうよ、髪型変えれんねんで超楽しみ。まだ素じゃないんや、気になる。だるまありがとう。だるまありがとう。え、京香がもしトーク会に行くなら聞きたいことめっちゃ聞くねんけど。でも何でも聞く。なんか全部気になる。朝ごはん何食べたとか、好きなお洋服屋さんはどこですかとか、休日は何をして遊ぶことが多いんですかとか、今行きたいところはどこですかとか、今挑戦したいことありますかとか、じゃあ何日間休みがあるとしたらどこに行きたいですか、海外に行ったことありますかとか、海外に行きたい国はどこですかとか、昨日何時に寝たとか、そう気になる。で、何時に起きたかも気になる。あと好きな音楽も絶対に聞きたいし、全部聞きたい。普通にこれぐらいなんですけど、みんなはどう？なんか思ったより、なんかそういう質問してくる人がおらんくて気になる。京香はこんなに推しメンに対して結構質問系オタクなんですけど、好きになることが、てかまだまだ知らないことがいっぱいあるから知りたいんやけど、みんなはどう？京香のこと知りたくない？あんまりいろいろ聞いていいのか不安になってしまう。そんな、なんか地元とかさ地元どこなんとか言って、今回に別に何でも答えますよ。そんな家聞いてこん限り、家とか電話番号とかじゃない限り結構何でも答えます。何話せばいいか分からんってなる。いや、教科ぐらいね、この質問系オタクを心に買ったらいける。可愛すぎて言葉出ないんです。ほんまに？ゆきさんやシャーシャンレーに行ったらどんな感じになる？え、こんなん言っといて、多分行ったら行ったで、え、お時間でーすってなると思う。多分こうなる。こんなに聞きたいこといっぱいあるのに。確かに公園のこととかやったら聞いてくることはあるけど、なんか思ったよりそういう、なんか普段何してるのとか。あー、やっぱミステリアスキャラやからですかね。だるまありがとう。自己紹介くらいはしたい。そうね、待ってる。お互いについて知らないことまだまだ。え、そうなんよ、そうなんよ、もっと知りたい。好きな食べ物、え、そう、実は知らんやろ好きな食べ物。りょうちゃん初めてで思ったより小柄でびっくりした記憶がある。え、そう、それ結構言われるね。なんか公園だと大きく見えるけど、実物結構ちっちゃいんだねってよく言われます。そうやねんっていつも言ってるそうやねんって。うわ、クレームカヌレ、カヌレ今日かもね、食べようと思って結局食べれんかったから、本当に食べる。そう、タピオカとカヌレ。だるまありがとう。 NG ワードはだから、そうやって住んでるところ詮索してくる人住んでくる住んでるところ詮索してくること。
以外だったら無事何でもいいですよ。何でも教えてあげるよ。香水とかも教えてあげる。たまにいるんですよ、どこなのみたいな言わんて気をつけてください、そういうのは。めっちゃおもろい。言わんでしょ絶対あ、MBTI ね、まあ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 、 MBTI でも MBTI でも当ててほしい。今日がめっちゃわかりやすいやつやかな、そのままなんよ。だから当ててほしい。結構当てられたことある。でも一回すごくない？そんだけわかりやすいよ。そう、そのまんまやから隠さんでもいいねんけど、え、でも言っちゃうと、だからその特徴、そのなんちゃらかんちゃらの特徴みたいなの調べたらもう全部当てはまるから結構難しいねんな。何歳だと思ってるかなので今度聞きます。そうやんな、え、そうなんよ、確かにと思った今めっちゃ。確かに、なんか大体これぐらいかなって思ってたけど、合ってるか分からん。今度当てるな、じゃあ。だるまありがとう。愛じゃなくていい。そうそうそう。絶対いい。そこだけは。そこだけはいいです。好きな男性のタイプこっそり聞こう。マジないから。あの好きなタイプじゃん、ゆきさんとシャンシャンっていうほんまに、ほんまにそう。だるまありがとう。おしりんさんと同じ。写真選ばないと。これこれ、あ、違う。あれ？あ、これこれ。この日ほんまに漏れてんねん。MBTI ほんとそのままで笑った。いや、そうやねんって。ほんまにそのまま。なんか特徴とか調べたら。え、てかその MBTI さ何通りかあるん、12か16通りぐらいで、それで一個ずつ特徴調べて見ていったら、え、絶対これやんみたいなの出てくると思う。分からん、そこまで強化は自分の本性を出してるかどうか分かんないんですけど、でもほんまに分かりやすい。強化のことどれだけ分かってるか分かるんじゃない。でもその十何通りあるけど、E なんとかやから、まあ、E なんとかから始まる MBTI の特徴全部調べたら、でもほんまにすぐ分かると思う。でもたまになんか似てるやつあるから、トラップめっちゃあんま変わらんやんみたいな、さっきも同じこと言ってたやんみたいなことあるから。かわいい、この写真かわいすぎるな、おくろえ、これ超かわいいねんけど、やばい。え、確かに主人公タイプ、あれほんと合ってた。え、合ってた、聞き間違えてなかったら絶対合ってた。 MBTI 予想しても画面に送ろう。そう、予想してみて絶対わかると思うから。え、悩む、どれにしようかな。ほんまにこの日漏れてんねん、かわいい。みんな京香の顔好きですか？え、かわいい、これにしよう
おもろ、自分の写真見てさこんなこと言いながら悩む人おる？顔好き？よかった。かわいいでしょ。だってかわいいでしょ。これ超かわいい。これにしよう。いってらっしゃい。はい、送りました。オフショット。てか今日さ、めっちゃハリーポッターみたいなさ絵文字見つけた。そう、送った。この帽子かぶってるやつ、めっちゃハリーポッターじゃない？めっちゃ使おうこれから。やばい、寝る前ありがとう。性格が好きです。ほんまに？ほんまに言ってる？ウインクして。いいよ、ていうか左ウインク上手やのに右ができひんねん。かわいいでしょ。かわいいくん。やっぱ僕は水色だよな。わかんのわかんの。平野のとこなさすぎて逆に困るまである。え、よかった。それはそう、ウインクできるようになったんですよね。なんかさ、こういう撮影の時さ、いっぱい写真撮るのにさ、なんかいざ送れるってなるといっぱい送るの忘れちゃって困る。今メール見てそのままショップ撮りました。嬉しい。みんなゲットしてね。嬉しい。サイリンもありがとう。カメラの回数が大体です。マグゴナガル先生。え、わかんの？わかんの？それわかんの？そうそう、寝る。おやすみなさい。早寝。えらいね。寝る前ありがとう。きょうちゃんの釘付き見たかった。いつかやりたいな。え、ちくあれ、おいしい。よく最初マクドナルドって言ってるのかと思ってさ、何回も最初字幕じゃないので見てたらマクドナルドにしか聞こえなくて、マクドナルドと思って。え、これめっちゃあれなんやけど、誰やっけ、誰やっけ。え、もう分からへん。うん、覚えられない。で次はああ消しちゃった。くーお話をお話ししましょう。でこれでこれとこれとこれとこんなもん出てきそうやな。メガネかけてる男の子おらんのかな。これだな。これと、あ、メガネかけてるのおらんな。でも大学生っていうか、この学校っぽいからこれにして。
今絵文字選んでるから待ってな。あと雲出てきたからこれ。で、青い車ミッケいいのミッケで、ホグワーツだからお城で、何やろって感じやな。ほうきと、キラキラでいいや。はい、あと鏡出てきたからこれね。鏡越しにあの見ちゃって石にされちゃったやつできた。こんなに頑張ったのに、こんなに頑張ったのにコメントが長すぎますとか文句言われた。くっそ、もう一回頑張るな。あ、違う、この履歴からいける。でかいおじさんとこれ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 、できた、できました。いで、ハリーポッターじゃない、めっちゃ。あ、袋を入れればよかった。あ、車も入れたのに。楽しい。袋を入れるの忘れてた、ミスった。あと火の鳥みたいな、あの赤色の鳥、誰かの連れ、校長先生何も知らんやんと思われそうなんですけど、マジ何も知らんのよでも好き、めっちゃ。あのじゃあメイクしながら見てたからちょっとあんま理解できひんくて、秘密の部屋のやつの最後の方のやつやねんけど、なんか大きいやつにあの嘘襲われる時に、ハリーが襲われそうになった時に鳥が来て助けてくれたやつ。え、その誰かの連れの鳥の赤い鳥の絵文字が確かあったはず。え、それだ、剣超かっこいいよな。鳥鳥え、こっちにおらんな。まあいないっすわ。まあこれ入れよう。これはあれです、あのこの卵はあの誰やっけ、あのおじさん、でかいおじさんがもらって育てたけど、なんか手放して泣いてたやつ。え、てか秘密の部屋の次って何見たらいいんやっけ。いた、三つ目ってなんだ、調べよう。マクゴナガル、ハグリッド、多分それです。で、そう、引っこ抜いたらギャーって泣くやつ、めっちゃうるさかったんけど、あれ面白かった。ハグリッドね、そろそろ覚えるわ。ハグリッドの名前すら覚えない。だからあの誰だっけ、教科が好きなやつ、ドビー、ドビーの名前覚えれたことも結構奇跡に近い。アズカバン、なんそれ。あ、3つ目、3作目ね。ハリーポッター順番、あのステージ、アズカバンの囚人やって。
でも今も3つ目でさ、次炎のゴブレット、不死鳥の騎士団、謎のプリンス、死の秘宝パート1で終わりってこと？超重要人物出てくる。え、そうなんや。だるま、ありがとう。また人増えんの無理。うん、ほんまにハリーポッターハマってんけど。てん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 。てん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 。でもなんか吹き替えで見ると声が違いすぎてさ、急にびっくりしちゃった。ハリーが可愛すぎるね。今日が何の杖持ってるんやろ。ハリーポッターの杖かな。ダンブルドアの発音がかっこよすぎてびっくりした。ダンブルドア、名前を呼んではいけない。あの人が本格的に動き出してからね。誰やっけそれって、それって誰やっけ。ストーリー超整理しながら見ないと、きょうちゃんの頭の中パニック。え、じゃあストーリー整理しよう一旦。ちなみにきょうちゃんが見たことあるのは、何やっけ、石のやつ、石のやつと扉、部屋のやつです。でも石はめっちゃ、賢者の石はめっちゃ集中しながら見たから結構分かってるけど、正直秘密の部屋は昨日寝落ちしちゃって途中で、だから少し曖昧。あとちょっと難しかった。賢者の石めっちゃ分かりやすくない？あれかも、吹き替えで見てたからかも途中まで。でも秘密の部屋がちょっとあんまり分からんかった。よし、なんか今ごっちゃになってる結構話が。だから教えてください、わかりやすく。ボルデモート300円。なにこれ、ガチャガチャ、え、欲しい。トリトムリドルがボルデモートは把握。それって何が何でどれがどれ。ボルデモートって誰や。キャスト見た方がいいな。キャスト一覧みたいな。わかりやすくお願いしますね。ね、意思面白いよな。名前を読んでいけないのがボルデモート。あ、それって人じゃない感じですか、もしかして。人？吹き替えがいいよ絶対に。負けたくない。でもそうやんな、マジ吹き替えじゃないとほんまにわからん。吹き替えプラス字幕がないと無理かも。なるほどね。英語の勉強したかった。結構英語の勉強したくて違う、ハリーポッターを字幕で見てると、あれね、 N の傷つけた人ね。わかったわかったわかった。あれや、あのさ、あの帽子かぶってるやつでしょ。うえーみたいな人じゃない多分。
リーはわかる。全然顔が違うよ。ハーマイオニーがエマ・ワトソンなの？初めて知ってんけど。超かわいい。ロンね、わかる。ハグリッド、わかる。そうなんや。これ誰？お、ボルデモート。こんな顔しとったよ。マルフォイわかる。マルフォイのお父さん、めっちゃマルフォイのお父さんって感じの顔してるよな。ハーマイオニー超かわいい。ジニーはあれでしょ、ロンの妹やんな。一回医師にされたやろ、なんかジニー途中さ、なんか医師にされたのがジニーみたいになって、誰やと思ったけど妹やったみたいな。ロンの妹ルーナ、あ、知らんな、知らんな。ダブリー、あ、マクゴナガル先生、この人ね、この人がそれなんや。アズカバンの時のエマ・ワトソンが個人的に一番可愛くて、あ、そうだよ、ね、次か。うん、スネイプ先生、悲しいって無理、マジかよ。ちょ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 、待って、最悪、はあ、最悪なこと見ちゃってんけど、最悪なこと見ちゃってんけど、え、もう最悪かも、だる、え、だるーい、そんなこと言うなよ。え、今日かこのスネイプ先生めっちゃ好きで、スネイプ先生好きやなと思ってさ、思いながら映画見てて、でなんかスネイプの説明みたいな出てきてさ、魔法薬学の先生で最後に実はハリーを守っていたということが明らかになるスネイプ先生とかって書いてんねんけど、最悪、今日この人敵やと思ってた。まあ別にこれぐらいのネタバレはいいとして許しましょう。まあそうなんや、じゃあそういう目で見れるね、じゃあこれから。ちょ、ピッツエ持ってそうでしょ持ってんねん、実はミーハーやから、もうハマる前から持ってる。なんかハリーポッターのエリアが出た瞬間に買いに行った、ユニバに。めっちゃおもろくない？全然見たことないのにミーハー一家やから買ったんですよね。まだあると思います。え、スネイプ先生なんか良くない？めっちゃクール、めっちゃ怖そうだけどな。ハリーポッターの推し面スネイプ先生かもって思ってたねんけど、あんまどういう人か分かってない、人となりちょっと分かってないんですけど。だるま、ありがとう。杖とか好きそう。え、好き、飾る絶対。こっち持ってくるな絶対に、運ぼう。ハートありがとう。え、ねえ、バタービールめっちゃ甘いって聞くよな。だからちょっと怖くて飲めてないねんけど、飲みます絶対に。うわ、スネイプいい人なんかよ。ハリーのこと守ってたらしい別にいいけど、おもろ。あんま見ん方がいいな多分。とりあえず次に
アズカバンを見ればいいのね。カホさんとリカさんはマルフォイが好き。ちょっとマルフォイ意地悪やから、ちょっと教科にはそんなかも。教科は誰が好きかな。結局さ、1個目と2個目の整理できてない。1個目は賢者の石は、あ、ドビーや。そう、ドビーやな。教科の推しメン、ドビーが一番好き。可愛すぎでしょ。何あの子、欲しい。普通に買いたいねんけど。ハリーポッター一つも見たことない。今日もね、一つも昨日まで見たことなかったから。でも今こんなにハマってる。見てこの絵文字、ハリーポッターでしょ。めっちゃ面白いかな。でハリーポッターお家にいて、でなんか家族がめっちゃ意地悪で、でなんかあの袋瓶であの招待状みたいなのが来て、で魔法学校に入学して、でもあれどういう経緯で行ったんやっけ。迎えに来た、誰かが迎えに来てくれたやんな、あの人。ハグリッドや、ハグリッドが迎えに来たんやっけ。で一緒に行って、9と4分の3番線にこうやってブーンって入っていって、で魔法学校に着いて、であの帽子に「君はこっちです」って言われて、でなんかそっちに行って、なんでそんなにハマったの？なんか出てきたからなんかおすすめのおすすめみたいな。最初にあの何やっけ、あのダイナソーとか、ダイナソーと何やっけ、あれジュラシックパーク、ジュラシックワールドが出てきて、うわ見ようと思ったらハリーポッターが出てきて、そういえばハリーポッター見たことないわと思って見始めたことがきっかけです。もうめっちゃハマってる今。だから今休みも苦じゃないかも。ハリーポッター見て、めっちゃ面白いから。ハリーポッター読み切った。これさ、あの結構なんかその CG とかその動きが面白いなと思って見てるねんけど、本で読んでてって楽しいんこれって。なんか状況把握できなさそう。だってハリーはこういう見た目でこんな感じでっていうのがあるけどさ、本って何もわからんやん。それでわかる感じなのかな。難しそう。めっちゃ本無理やな。教科はグリフィンドールね。あの学校のその組み分けの名前が一生覚えられへん。一個が何やっけ、あのマルフォイの方、緑、何やったっけあれ名前忘れちゃった。ヘビとの初対決、確かにその感じ。だるま、ありがとう。本は想像するのが面白いんじゃ。そういうことね。秘密の部屋を一言で言うと、例のあの人との初対決って感じ。え、出てきてなくない？出てきたっけ？あ、スリザリンか。グリフィンドールとスリザリン。今日かどっちっぽい？スリザリンっぽくない？マルフォイと一緒にブイブイ言わしてそうじゃない？なんかウィーみたいな感じするわ今日か。グリフィンドールはめっちゃ正統派な感じがせん。スリザリンなんか。でも今日が読書感想文はめっちゃ得意でした。思ってもないことをつらつらと長い文章を書くことめっちゃ得意で、超得意でしたね。なんかすごかった。マルフォイの取り巻きやってそうじゃない。なんかそう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 、日記出てきた。トムやっけ名前。でもなんか
刺されてたくない、トム。トムですか、あの日記、日記あのシーン超大好きっていうか、日記にこう書いたら、あなたはあの秘密の部屋のことを知ってますかって言ったら Yes みたいな、でなんかそのことについて教えてもらえますかって言ったら No って言われて、でもどこにあるかは教えてあげますみたいな言われて、ほんならこの本が光ってわーってなって、そこにこうピューって吸い込まれていくやつ、あのシーン楽しかった、めっちゃ。でハリーが吸い込まれていって、でどうなったんだっけ、ん、どこにあるかが分かって、ん何も分かってないやんけど、大丈夫、こんなんで、こんなんで大丈夫なの、組み分け診断で絶対自分なる、あそう、それやりたかってんな、ちょっとやりたい、なんだっけ、ハリーポッター組み分け診断、長い、もしかして組み分け防止これかな、同意、二択やんな、組み分け防止って、え、かわいい、何出てんの、ん、どれ、え、どれ、あ、これか、え、楽しみ楽しみ、首開き診断開始する、生年月日、なんでそんなの入れないとかな、めんどくさ、やばい、1900とかやってた、え、ちょ、めんどくさ、めんどくさよ、2004年の6月、一緒にやろう、月または星、星だな、ゴブレット飲むならどれ、チョコレートとプラムの美味しそうな匂いがする、滑らかで濃厚な濃い紫色、インクのよう、黒は絶対なしやろ、え、絶対これがいいねんけど、正直反射した光が違うな、ダイヤモンドっしょ、歴史に名を残すとしたら偉人、賢い者、勇者、善人、言うことした人っていうか、偉人になりたい、人の心を読む、過去を変える、透明人間、動物と話せる、超人的な力、自在に変える、うん、めっちゃ悩まん、これ、自分の姿を自在に変えるか、超人的な力を発揮できるか、力いらんな、別に動物と話せなくてもいいな、透明人間にはなりたいな、過去は変えなくていい、人の心も読まなくていい、最後かな、これだな、ぐねぐね道絶対嫌なんやけど、広い道、狭いの嫌、こんなん絶対嫌、これがいい、一番苦手なのは寂しさ、退屈、空腹、無視されること、寒さ、寂しさか無視されること、寒さは別にいける、無視されることか寂しさ、寂しさは別にどうにかなるよな、これで
ホグワーツに通うとしたらどのペット？わ、猫がいい絶対に。引き換え絶対嫌ないけど。でもさ、これ結構悩まん。いや、フクロウ無理だな、今日か。猫だな、絶対。トラ猫。白猫、シャム猫、チャトラ、黒猫。乙女さんはいないんですけど。ホグワーツに通うとしたらどのペット連れてく？黒猫はちょ、チャトラ、乙女？シャム猫？シャム猫さん。白猫？トラ猫？白猫？じゃあこれでシルクちゃんにしました。次に進むにはどちらか。右っしょ絶対。お、え、できたって。気になる。いきます。こちら。ん、ハッフルパフ。なんか思ってたんと違うねんけど。ん、なんそれ。え、え、スリザリンかさ、グリフィンドールかの二択じゃないの？ん？ん？ね、ハッフルパフって何？え？ハートありがとう。ハッフルパフって何なの？よっつあんの？え、え？だとしたら後の2つ知らなさすぎん？え？だとしたら後の2クラスは何をしてんの普段？スリザリンとさ、何だっけ？向こうのやつ。グリフィンドールしかない。知らんねんけど。え？じゃあ何してんの普段？セドリック・ディゴリーと同じ。何それ？何それ？え、誰も友達おらんやんちゃう。終わった。ハッフルパフに行くならば君は正しく誠実で忍耐強く真実で苦労を苦労と思わない。え、厳しくない？もっとだから緩く生かしてくれよ。厳しい。無理だな。京花、京花のこと分かってない。誰？マジで今日か。赤と緑しか見たことないねんけど。ほんまにある？これ出てきてる？まず。ん？ホグワーツ中退ですね。これも無理やわ。耐えれん。あ、まだ出てきてないやんな、やっぱ。え、そうやんな。なんやん。やっぱそうやんな。びっくりした。だから知らんねん。え、今2個やんな、出てきてるの。幼稚園の時組み分け帽子かぶるイベントあってスリザリンにされて大号泣した記憶。え、めっちゃおもろいやん。かわいい、かわいすぎるそれ。てか幼稚園やのにそんなハリーポッターのやつやの結構レベル高くない？やば。スリザリンいいやん。だってスネイプ先生やで。いじめっ子おるから嫌やったん。え、でもスリザリンやぞ思ってた。ハッフルパフって何？はじめましてすぎたな。何何？え、ファンクラブ入ってないぞ。怖いって。ちょっともっとハリーポッターに詳しくなれるように頑張ります。きょうちゃんこんばんは。でスリザリンになれるように
コスプレ買いに行きたいな。え、ほんまにユニバ行きたいねんけど、やばい。ダルマンハートありがとう。え、思った、めっちゃワッフルみたいで美味しそうな名前してるなってめっちゃ思った。そしてね、今日はね、あのルカさんと二じゃないよの収録をしてきました。かわいい、超かわいかったです。14日待ってるね、見ててね。放送日が確か5月24日だったので、まあ、この日もうチームみたいなかもしれないので、絶対聞いてください。絶対に聞いてほしいです。そうです、俺徳なるかさんですよ。嬉しかったです、ハートありがとう。放送日多分24日多分ね。かわいい。え、そうやん、来週がラストブログ、マジか。ツーショット会いたかったな。今からでも待ってるよ。握手もトークも。でもね、昇格してもブログできるだけね、たくさん投稿更新できるように頑張ります。早くインスタしたい、やばい。てか TikTok したいんやけど、どうかな。かわいいな、でしょ、かわいくない。無理なくね、優しい。そう、ブログたくさん更新します。え、そう、 S 公演さ、ワンチャン14でラストじゃない？え、めっちゃ悲しいねんけど、なんかマイドリームとか泣いちゃいそう。え、質問箱絶対やりたいから、ちょ、みんな質問考えといてください。ちょっとお願いします。やりたいなと思ってて、ずっと質問箱かまってほしい。ラストのサイリウム3本持ち、待って待ちね。え、そう、絶対また出れるように頑張ります。出れるかな、出れたらいいな。早くネイルしたい。やばい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 。わお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 。
許可はちょっと当分この魔法学校の絵文字を使うと思いますね。マクゴナガル先生、マクドナルド、なるま、ありがとう、ハッピーキャッピー、こんばんは。おやすみメールも無事送れました。だるまハートありがとう。なんかハリーポッターのぬいぐるみないんかな。うーん、グッズ欲しい。ミーハーがすぎるか。高須先生12期推しだったはず。そうなんですかそうなんですか。ハートだるまありがとう。ハリー・ポッター、あ違う、あれ行けばいいのか。あのえってかさ、なんでさ今さオアシスでさそれやってんの。オアシス21、えすごっ、えっめっちゃハリーポッターやん。え結構さ店内凝ってるな。めっちゃ行きたいねんけど、やば、何時までやってんのこれ。えだって動く階段あるやん、やば、え結構ガチやん、店舗ができてんの。えそれって期間限定とかじゃなくてガチ店舗ってこと。でも今日がオアシス21の一番好きな場所教えてあげよっか。あのドラゴンズのショップなんですけど、閉店した時にドアラがこうやって「本日の営業は終了しました」ってこの角度でお辞儀してんの、めっちゃ可愛い。あれそれたまたま前見つけてめっちゃ気に入ってる。あれバックトゥザフューチャーなんか見たことあるねんな、学校で。なんか英語の授業かな、なんか忘れたけど、なんかやっぱありました。それでめっちゃ面白かったけど途中で多分覚えてないってことはみたいなところがある。チーカーランドのノリでできた、あそういう感じなんや。10時から9時、えほんまに行きたいねんけど、えやばい、えやばくね、え知らんかってんけど。そうあのドアラ見たことある、めっちゃ可愛いね、あのお辞儀の仕方が。なんか本日の営業は終了しました、横に行っちゃってんのよ、可愛いと思って、めっちゃ可愛かった。マジで行きたい、やばいって。でももっとハリーポッターを知ってから行きたいんよな、もっと知ってから、あこれあれに出てくるあれやっていうので行きたい。今日ノリが全く通じん人と仕事しててストレス半端なかった。えきつっ、え今日かさマジでさノリが通じん人マジで無理ないよ。マジレスされたらめっちゃ切れそうだな。はぁってなるよな。わかるよ。生ドアラ見たことない。会いたい。え、爆買いしちゃうかも。え、めっちゃ行きたいねんけど、やばいって。え、こんなさ、あれ、やばくない？キーホルダー。え、欲しい、かわいい。
ハリーポッターグッズ専門店やば。何このクマ欲しい。ドビーはめっちゃ好きなんやけど、えぐい。なんか最近急にキャラクターが好きになった。今日のメールの写真めっちゃ漏れてた。可愛いでしょ。確かに クオリティ高いドビーのぬいぐるみ、え、マジ欲しいねんけど。自分なんてまだまだですよっつったら、確かにそうですねって言われた。やばやば、マジレス。爆買いしたいんだけど。え、かわいい。え、リカちゃん人形やば。え、すごっ。金のスニッチキーチェーンマスコットかっけ、欲しい。この子知らないな。魔法どころ、なんかハリーポッターってめっちゃワクワクするから好き。なんでこんな急にハマったんやろ。なんか見たら面白いからハマるよな。寮から探せって、ハッフルパフ。え、すごっ、寮のグッズがあるんや。リカちゃん人形超かわいいや。やば、ぬいぐるみ舞台版。え、そんなんあるんや。ニフラ、え、待って、かわいい。やば、座敷しもべ妖精ドビー。え、待って、これかわいすぎんねんけど、かわいすぎるんですけど、これ、え、かわいすぎん、欲しい。9900円もすんねんけど、ドビー高っ。かわいい、ドビー欲しい。なんか全然知らん動物いっぱいおんねんけど。ペドウィグ、これハリーのペットですか。え、手のひらサイズぬいぐるみがいい。ドビーかわいい。え、靴下持ってる、メロン、かわいすぎるんだけど。やば、かわいすぎ。これこっち1900円だし、え、これ買いに行こう絶対。え、待って、めっちゃ欲しいの見つけた。やばい、これ引っこ抜いたら叫ぶやつ。え、これ売ってんねんけど。2500円やって、欲しい欲しい、怖すぎるんだけど。やばい、欲しい、かわいい。キャラクターのぬいぐるみもあるんや。めっちゃかわいいねんけど、かわいすぎ、たまんねえな。キーホルダーもちょっと探そう。え、このさ、百味ビーンズのさキーホルダーめっちゃかわいい。これいいね、めっちゃかわいい。だるま、ありがとう。すごい、なんかでもこういうの見てると好きすぎてこの世界に入りたくなる。お菓子は食品か、杖も売ってんのこれ。ルシファーとスンスンと並ぶかも、ハチワレとも並ぶかもな。レモンキャンディー、
やば。え、バタービールマグルグラスマグ、てかバタービールって映画で出てくるの？それは楽しみだな。カエルチョコ欲しい。え、欲しい。杖欲しい。許可。マジでユニバ行った方が良さそうやな、この感じ。レゴも売ってんの？コスメビューティーって書いてんねんけど、あの杖売ってるやん。え、やば。音声認識魔法の杖。マジやば。え、かわいい。絶対欲しい。やば、今行ったらめっちゃ破産しそう。破すんすん。今絶好調にハマってるからさ、今行ったら破産しそう。こういう時にね、こういうの買うのが楽しいよ。結局後々いらんかったなってなると思うけど、絶対今買うのが楽しい。行こう。ハリーポッター好きな人おらん？なんか周りにいない気がして、ちょっと困ってる。タコありがとう。じゃあこの辺で終わりたいと思います。今日もありがとうございました。バイバイみんな。今日も可愛いきょうちゃんでした。明日は S 公演なので見ててください。じゃあね、ランキング読めます。いつも急なのでね。13位いちご、12位アニバーサリー、11位きょうちゃん、10位うさぎ、9位犬かぶり、8位きょうちゃん、7位松丸くん、6位きょうちゃん、5位き、4位ルーさん、3位キティちゃん、2位きょうちゃん、1位きょうちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。またハリーポッターの話しようね。おやすみなさい。バイバイ。